あれがこうなってああなって、ふふ、QED しちゃいましたね。一体何の証明してたんだ？いや、シュレディンガー方程式に並ぶ数式の証明だけど。それは訳って言うんだよ。メガネにホワイトボードですよ。こんな頭良さそうなアイテム揃ってて数式じゃないわけないじゃないですか。一旦数式に謝れ。今回はこの最速理論を実践する動画になります。嫌な予感しかしない。このチャンネルではたびたび最速に挑戦してきたんですが、文言がデドバ実況じゃないのよ。ミニ四駆とか改造してる人じゃん。というわけでこれが私の最速理論構成。レナリとスプバはわかるとして、残り二つがホークと霊界理論か。瞬発的な速さだけじゃなく通常時の速度アップも見込んでこその最速。まあホーク発動には通電が必須なんで、とりあえずいつも通りキャンプを眺めながら修理するか。珍しいよ。キャンプを鑑賞対象にしてるの。たまにはじっくり見てみるのもいいかもしれませんよ。じっくり見すぎて味方ぽっくりいきそうなんだわ。しょうがないですね。ほらキャンプしてるとこから見える発電機修理して気を引くから、さあ今のうちに救助するんだ。打力本願寺住職の方ですか？さて無事救助も通ったみたいなんで、今回のキラーとチェイスしていきましょうかね。お相手はないとか、最近能力に強化が入ったとかでよく見るんだけど、正直何が強くなったのか知らん。これ本当に実況動画？まあ強くなったなら小屋板使ってもしょうがないか。さあふわっとした理由で使われる強い板。後半辛くなったらフィジカルでなんとかしますよ。味方が、早く殉職しねえかなこの住職。でもどうやらキラーさんは一貫して早めに一人削る作戦のようですね。まあお前以外発電機触ってないし、刺さってる作戦だとは思うけどな。人はどうして救助なんか行くんだろう。争い以外でそれ使ってるやつ初めて見た。まあ霊夢ちゃん一人いれば通電なんて余裕。そして発動、これがレナリを生かした高速歩行。立ってんじゃねえか。しかしこうなるとキラーのやることはただ一つ、一人でも持っていくべくリーチの人が狙われてるな。キラーには全逃げされてほしいので肉壁します。下げ果てた理由だよ。あれでもお前の方追ってきてないか。ははははは、ここで虎の子の結成をしよう。これでホークと霊界理論結成の効果で通常速度 14% アップ。 14%? 4.6 属キラーとほぼ同速だね。やりすぎだろ。見ましたか？全然追いつく気配ない。うざすぎる。そんなわけで幼稚園半周してフィニッシュ。これぞ最速理論。お前またキラーにチート疑われるぞ。それだけがほんと怖い。やはり霊夢ちゃんの最速理論は完璧だった。まあ鬼ごっこの要素が強いから単純に速いのは聞きやすいな。いやこれ霊夢ちゃん普通に無双しちゃうんじゃない？すみません、追うのは通電後にしてください。早速最速理論に穴が見つかる。まさか通電するまで無力なんて。多分これ見てる視聴者みんな思ってたよ。そうやってみんなして霊夢ちゃんで笑ってたんですか？近い近い。みんなが笑顔になったのならよかった。わーお、エンターテイナー。というわけでこのハントレスにはエンタメの犠牲になってもらいます。あ、全然クソ野郎だったわ。ウェイビビッター。小学生みたいなことやってんじゃねえよ。いつまでも少年の心は忘れない。だからこの効果音はもちろん熟し。謎の効果音やめろ。そしてそろそろハントレスは一撃入れたくなってくる頃合い。一台治る前に釣りたいならもう殴っておきたいだろうな。そうだろうそうだろう。だからここで板を倒すわけですよ。あ、よっしゃ読み通り。ビビってめちゃくちゃしゃがんでたけど。いやビビってないし、霊夢ちゃんビビり向こうバリアで効かないし。同心脳剤とこだけ抽出されてるの？霊夢ちゃんのうざさはこんなもんじゃないでな。アップ財宝にくっきるんだ。ダウンを取ったもののこの修理終わりそうな発電機。当然止めに来るぞ。最速の片鱗スプバで一気に距離を取り、担ぐ前にもう一回戻ってくる。これに何の意味が？いやうざいよねって。ただの嫌がらせだった。まあ一応味方の救助やダウン中の回復ゲージの時間が稼げるんだけど、その辺は二の次だね。嫌がらせ第一であって欲しくなかったよ。お、でも味方の救助間に合ったみたいですね。アースさんです。まだゼロ釣りなのに。ついでに発電機も直しときましたよ。こいつの方がよっぽど鬼だろ。それじゃあこの辺りで優しさをひとつまみ。おっとチェイスの横でトコトコと歩くサバ。もちろん狙いたくなりますよね。さあチェイスをかわってあげたように見せかけてレナリのために強引にタゲを取った。やめて言わなきゃバレないのに。ところでビビリ向こうバリア発動して、そう癖になってんだ。投げてきそうな時しゃがむの。ごついくけは今すぐ滅んでもろて。さて序盤のチェイスで随分板に突っ込んでくるようになったな。発電機は残り1台だし、ここからは残った板は全部速打をしアップなし。それはちょっと話変わってくるよ。いや正直構成云々よりお前がやられるとこ見たい人のが多いだろ。やめて、うちのリスナーならありえちゃうから。さあ通電まで発電機は残り半分以上。ふふ、霊夢ちゃんならこのわけのわからない窓枠でフェイクにフェイクを重ねて逃げれなくもないんですよ。めちゃくちゃ殴られてるけど、今のはわざとです。無理があるだろ。そもそもアドレナリン発動前提だから、負傷とかないに等しい。ないにイコールなんですよ。やかましいよ。さっきはよくも本当にわざとだった。わざとわざと。だって負傷しないと結成使えないじゃないですか。さあ結成により治療キットを犠牲に20秒間 5% の速度アップ。これだけでも足の遅いハントレスは辛いはず。そして霊夢ちゃんはモテモテ。まだ小学生気分なのかよ。いつもなら届く攻撃をかわレナリホーク結成のサバイバーが出せるほぼ限界値の速度。心を売るには十分すぎるスピードじゃねえか。ちなみにホーク結成だけでもまっすぐ走るだけでハントレスちぎれるよ。オーバーキルだわ。そんな最速の霊夢ちゃんに最大の危機が迫り来る。そう、通電が怪しいのである。なんでこんな偏ってんだよ。まず味方がキャンプされます。そして絶対にキャンプ許さないマンが救助に行ってキャンプされます。そしてこのざまでキャンプ許さないマンキャンプに敗北。なんとか残った味方と発電機ガン回ししてるけど、さすがに救助来ないとわかると止めに来るな。これ何かしらのハラスメントで訴えられないかな。法的に勝とうとすんのやめろ。暗い障害罪パレット。お前が加害者側じゃねえか。さあこっから発電機丸々1台分のチェイスか。何言ってんだよ。脱出するならゲート開放まで時間稼いだ上でキラーまかないといけないぞ。
ナスルか。最低だよ。は？カニバルの救助とか絶対通らないから通電しても救助来ないし、なんかすごいモチベ上がらないんだけど。霊夢よ。脱出したらこれを授けよう。よっしゃ、歯磨き粉だ。テンション上がってきた。歯磨き粉であげられても怖いだけなんですけど。お、でもなんかすれ違ったぞ。これうまくいけば巻いてもう一人に押し付けられる。お前はいちいち最低でないといけないんか。あ、もしかしてバレてます？あらよっと。さあ結局負けなかったためチェイスになりそうだな。いや、レイムちゃんはまだ諦めてませんよ。この今回復したスプバで、巻く努力を試みてみたんですけどなんか無理っぽいですね。徐々に弱気になるの何？さて発電機の進行度は4分の1程度か。納期今すぐに短縮できないかな。バカな取引先みたいなこと言ってんじゃねえよ。でも正直キラーがまやかし持ってたら通電まで時間稼げるか怪しいんだよね。どうやら持ってないみたいだぞ。えっ、じゃあ通電までチェイスじゃん。ちょっとだるくなってんじゃねえよ。いやだってまやかしないならカニバルと小屋で無限にチェイスできちゃ。助けてろか。本当に通電までいけそう？いやいや、これも計算のうちですよ。霊夢ちゃんの実践頭脳はあの最速理論を作り上げたんですよ。今のところ説得力は皆無。ふふ正直かなりしんどい。本音出ちゃってんじゃねえか。いや、よく考えて。通電するまでスプバしか機能しないとか頭おかしいでしょ。自己紹介上手ですね。じゃあ霊夢ちゃん就活得意かもしれない。ポジティブすぎない？さてここからはひたすら設定に板を蹴散らず倒していく。まあ通電までの時間考えたら板倒すだけで稼げそうだな。しかしここで一つ問題が。ついつい板スルーしちゃうんだよね。ここに来て欲張ってんじゃねえよ。お、ラッキー。チェーンソー入り口に引っ掛けましたね。危うくひき肉にされるところだったぞ。あれがなかったらハンバーグ死でしたね。なんでちょっとジューシーにした？でもさすがに次は小屋板倒さないとやられちゃうんだけど、倒したら最後近くにいたないんだよね。こっちの方が問題じゃねえか。まあ落ち着きなさいよマリサ。板がなくなろうが私には無敵の最速理論がある。そもそも追いつかせなければいいだけのこと。お前まさか。よっしゃったー。ここ以外ないというタイミングでアドレナリン発動。ははははは、この圧倒的速度で小屋から反対側のエリアまで来てやったわ。こっち側ならまだ板も残ってそうだな。負傷も回復したし、いざとなったら窓枠で殴らせてダメージブーストでゲートに突っ込んで脱出だ。やはり最速理論は最強だん。ここってトーテム燃えてました？そういえばさっきからカニバルチェーンソー構えないな。お前負傷してないのに。いやまだチャージが溜まってないだけかも。あと心なしか足が速いような。血の渇望溜まってるんじゃない？諦めろよ。もう完全にあれのワンだろ。いやだ、あんな全滅濃厚な試合通電までチェイスしてコンセプト綺麗に決めたのに全員出れないならまだしも私だけ出れないのは認めないぞ。こいつゾンビ映画で足引っ張ってくるタイプだ。そもそもあれがノーワンだってまだしまったっぷだと、ここで死亡エンドだと思った諸君、お忘れじゃなかろうか。今回スプバ採用のためフックから抜けると一気にキラーから距離を取れる。まあ抜ける確率は 4% だけどな。はははは、は、あまより高い確率は逆と変わらないんですよ。バチカス特有の超絶理論やめろ。あ、はい。足が速くても脱出できないし、別に持てない。最後の最後でなんてこと言うんだ。